青森県五国神社、市政、住忠彦彦へから1931年9月2日は、日本陸軍の軍人。教育総監、軍事参議官、第1、第4、第17師団長を歴任し、軍を退いてからは学習委員長、明治神宮宮司、帝国在京軍人会長等の公職に就く。かには、陸軍大将制に、訓移投稿に急。 広崎藩士一個藩邸の長男として生まれ、東欧義塾を経て1874年10月陸軍士官生徒として、陸軍兵学寮に入り、1876年3月陸軍小医師補、不評、第二連帯付けを命ぜられる。1877年の西南戦争に出征し、負傷する。同年5月小医に進級する。1878年2月不評第一。 連隊付けに移り、1880年5月には、中尉に進級し陸軍共同団小隊長を命ぜられる。1883年6月退位に進み不評大、8連隊中隊長。1885年5月、不評第十旅団参謀。1887年11月の、不評第十二連隊付けを経て1888年2月小佐に進級する。 1889年3月広島鎮大不評、第11連帯大隊長に移り、1894年6月から日清戦争に出征する。同年中に中佐に進級し、第5師団副官を命ぜられる。1895年3月不評、第21連隊長に就任し、同年7月戦役から帰還する。同8月再び第5師団副官につき、 11月には、ル守第4師団参謀長に移る。1896年10月の中部、都督部参謀を経て1897年10月、陸軍大佐に任せられ、この F 表第4連隊長を拝命する。翌年、茨城惚弥秋中将が師団長を務める、第6師団参謀長に就任。1901年5月陸軍少将に進級し、 不評第六旅団長を命ぜられる。1904年6月から日露戦争に出征し、この時の選考から個人勘定を受ける。1905年3月から第三軍参謀長に移り、1906年1月帰還する。戦後第一師団司令部付け、不評第一旅団長を経て1907年11月陸軍中将に任官され、第十七師団長を、 親やほされる。1911年9月第4師団長、1912年12月第1師団長に移る。1915年2月軍事参議官に就任し、数期を預かり、同年8月陸軍大将新旧、同12月陸軍参長官の一角教育総監に就任する。1919 19年8月再び軍事参議官に、き 翌年6月交尾役編入となる。現役を退いてからは1920年5月から1922年11月まで学習委員長を務め、1924年8月には明治神宮宮寺に就任する。1926年2月から帝国在京軍人会,会会長も兼ねる。後には高広司会会長も務めた。1931年9月2日公挙。 日清戦争では先見隊として、福島康政、上原優作と共に、朝鮮半島に都会する。航海中、大しけのため大体は船酔いで皆死んだような状態であった。第五師団の元同僚で友人である上原に、こんな風で、戦はできるかと散々悪口を言われると、一個は奮起して起き上がり、顔面蒼白のまま軍刀を杖代わりにして、館内を巡視して、 部下を激励した。しかし戦室に戻ると一気に応としたと、上原は開港している。朝鮮公使から上陸するなと要請されて、京城への入場も拒否されるも、上原らと共謀して、海軍陸戦隊と入れ替わることで入場することに成功する。京城までの道のりは険しく、先艦隊は極度に消耗していた。しかし、陸戦隊よりも、はるかに規模が大きかったこともあり。 遠征外は、京城から退くことになる。彼の武名を一躍よ用に知らしめたのが、日露戦争での旅順行為戦である。不評第六旅団長として参加した、彼は、第一次総攻撃では、万流山東西捕類を攻撃し敗下の大内守、る、政府標第七連隊長が戦死するほどの死闘と、なるも占領に成功。日本軍で唯一目標の占領に成功した。 続く第二次総攻撃でも無名の一捕類、日本側故障、P 捕類を占領する武功を上げその功によりこの捕類は一個捕類と呼ばれるようになった。なお、一個は上級司令部である第三軍司令部の作戦指導に対して当初は懐疑的だったそうである。しかし、法典開戦後に第三軍参謀長となり、当時の作戦日誌を読み返した結果、 当時の司令部の作戦指導は妥当であったと、特進した、と戦後に10回している。常の花監視プロフィール岡山市中央図書館、オフィシャルサイト。ありがとうございます。